映画「釣りバカ日誌」の浜ちゃんの妻美智子さんを演じたことで有名な石田恵里さん。近年はライザップでのダイエットに挑戦し成功した姿は素敵でしたね今回はそんな石田えりさんについてご紹介していきたいと思います本名、内田恵里子。生年月日1960年 11月9日現在60歳です出身地は熊本県八代市血液型は A 型身長 162cm 所属事務所はトライアングル C プロジェクト最終学歴は堀越学園高等学校卒業 石田さんは幼い頃から歌手に憧れを抱き中学3年生の時に指揮者であるチャーリー・石黒さんのオーディションに合格したことから上京上京してからは石黒さんのお母様の家で下宿をしながらチャーリー・石黒音楽専門教室に通い歌を習っていました 高校時代の1976年からは東京音楽学院でダンスやセリフ、演技のレッスンを受けながらクイズ番組「スターチャレンジ」でアシスタントを務め芸能界デビューを果たします1978年には TBS ドラマ「刑事カール」やバラエティ番組などで出演すると同年には映画「翼は心につけて」のオーディションに合格。 癌になるヒロインンを演じ、スクリーーデビューも果たしています。1979年ドラマ「体験時代」をはじめ多数のテレビドラマで活躍しましたが1980年のドラマ「ウルトラマン80」では途中降板へその理由として「ウルトラマンシリーズは最後まで出演した女性は大成しない」 という噂を石田さんは気にしており自ら交板を申し出たということでしたジョーのエミ隊員役として殉職し降板しましたが最終回にはアンドロイドエミとして再び声がかかったことはとても嬉しかったそうですまた当時売り出し中だった石田さんだけに非常に忙しくスケジュールの都合でやむを得ず 交番に至ったとも言われていますいだに石田さんの演じたジョーの笑みの人気は高く2020年にはウルトラマン80ジョーの笑み写真集メモリーズオブ笑みが発売され注目を集めました1981年に出演した映画遠雷』では 体を張った演技で日本アカデミー賞の主演女優賞と新人女優賞を受賞1983年には NHK 大河ドラマ「徳川家康」にも出演し多くのドラマで活躍していますそして石田さんといえば釣りバカニ氏ですよね 1988年から1994年までのシリーズからスペシャルまでの全7作品その後も映画はシリーズ化され「釣りバカ日誌20ファイナル」まで続きましたしかしなぜ石田さんは途中で降板してしまったのでしょうかその原因とされているのは浜ちゃんの釣りのパートナーであるスーさんこと 三国連太郎さんが関係しているのではないかと言われています。三国さんが一方的に石田さんを好きになり、その気持ちに応えてもらえなかったことから、彼は制作サイドへ圧をかけ、石田さんを降板させたのではないか、という噂があったそう。また石田さんは当時、釣りバカ日誌は一作品出るだけで、 松竹から1年間生活できるほどのお金をいただいたそうで、ずっと出演するつもりが、途中から監督からの演技に対する要求が厳しくなり、ついていけなくなったことが降板した理由だと語っていたそうです。どちらの理由にしても、石田さんの演じた美智子は大変評判が高かっただけに終わってしまったのは残念なことですね。 そんな演技派女優の石田さんですが、幼い頃に児童養護施設で育ったことをテレビ番組で告白したことがありました。3歳から9歳の頃の話で、土日は親元へ帰れたことから、そのことが楽しみで過ごせていたのだそうです。親元を離れて暮らす時間が多かったことは、幼な心にも辛い経験だったと思います。 それでも前向きに歌手を目指し芸能界への切符を手に入れ人一,一倍努力した姿は素敵ですよねそのような境遇だった石田さんご結婚はされていたのでしょうか石田さんは1985年にミュージシャンの吉野藤丸さんとご結婚されていました 吉野さんは西城秀樹さんのサポートバンドで活躍し中森明菜さん山口百恵さんなど多くの有名歌手に楽曲提供していますまた2002年に桑名正弘さんのバンド桑名正弘 t r i p l x にも加入し現在もバンド a b y e s で活動中石田さんは結婚当時25歳 吉野さんは34歳で、年の差は9歳。しかし、5年後の1990年、残念ながら二人は離婚しています。出会いについても、別れた理由も語られていませんでしたが、吉野さんの浮気が原因ではないかという噂があったようです。その後、石田さんは萩原健一さんと噂になりましたが、 結婚にはいたらず、今も独身を謳歌しているようですそして2017年石田さんは r イザップの CM でダイエットにチャレンジし成功したことが話題になりましたね3ヶ月の挑戦でウエストはマイナス1 5センチ、体脂肪率はもともとの30%から17.8%まで下がり 体重はマイナス5キロというから驚きです石田さんは60歳になったらグラビアをやりたかったそうでこのダイエットの話が来たことで写真集の出版を早めました彼女はこれまでにも数冊写真集を発表しています中でも2冊目の作品はヘルムート・ニュートンさんが撮影したヌード写真集「罪」 インモラル。当時宮沢りえさんが写真集を出したことを皮切りに多くの女性がヌード写真集を出していた頃でした石田さんはその時33歳でしたがヘルムートさんが撮った彼女の写真は芸術的と称され高い評価を得ていますそして56歳にして発表した2度目のヌード写真集「56」。 この写真を撮影したのはこちらも世界的巨匠と言われる写真家ピーター・リンドバーグさんでしたこの方はハリウッドスターやスーパーモデルを撮影したり世界的人気ブランドであるシャネルやエルメスが撮影を依頼するほどの達人なのです実は罪を撮影した10年後ヘルムート・ニュートンさんから「もう一冊写真集を作ろう」 とという話があったのだとかしかし彼は2004年1月心臓発作で亡くなりそのことから還暦になったらもう一度写真集を作りたいという思いが残っていたそうですそして「56」ではピーターさんに自ら撮影をお願いしたそうですが後日彼のマネージャーから届いたメールには「 ピータータは非常に満足しています、というメッセージが書かれていたそうで彼は非常に満足げだったといいます50歳を過ぎてから始めたサーフィンで鍛えていたこともありまだまだ衰えを知らない石田さんのスタイルその写真集は9680円と高額にもかかわらず発売当初はすぐに品切れしたそうです そして石田さんはなんと2021年にアメリカ映画である G.I. ジョー、漆黒のスネークアイズでハリウッドデビューを果たします。歓歴を過ぎてまだまだ挑戦し続ける姿を見せてくれる石田さん。今後のご活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。